はい、どうも皆さん、こんにちは、野中井です。今回からですね、また、まあ、シリーズものといいますか、3回に分けて、サンアンドレアスの謎を追っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、その謎というのがですね、マーダーミステリーという、GTA 5の次世代機版で追加された、マイケルの一つの殺人事件を追っかける、なんかミッションというか、まあ要素というかそういうものがあるらしいんで、そちらの方やっていきたいと思います。まあ今回から始まる、なんでしょうね、刑事ビンビン物語ということでやっていきましょう。なんだ刑事ビンビン物語ということで。で、これがですね、ちょっとね、シークレット要素が多いというか集め物なんですよね。ということで、まあこのバイングッドをずっと駆け巡るっていうのもちょっとね、時間がね、30時間ぐらい必要なんで、それはやってられんということで、まあみんな大好きな攻略サイトですね。ゲームスターダーという、まあ海外のサイトに、その、集め物の場所を載ってるやつがあったんで、そちらを参考にさせていただきます。ですね。まあ、いっか。やっていきましょう。まず最初は、ウェストバインウッドに、謎のメッセージがあるということで、メッセージをですね、まず4つぐらい集めるという、そういう作業があるわけですが、そいつの場所がまず一番最初、こちらですね。トン。ホテルの中庭だそうですよ。ここら辺って書いてあります。行ってみましょうか。よいしょ。タイトル考えようかな。刑事ビンビン物語ってちょっと悲しいもんな。あまりにもダサいというか。うん。なんか他にないかね。熱中時代刑事編とかまずいだろ、それはっていう。もうもろだからね。なんだろう。あとは、傷だらけの天使だからもろじゃねえかよ。まあ、いや、やっていこう。こちらのホテルですね。ごめんね。ホテルでいいのかな。ここのホテルの中に、なんかね、メッセージがあるんですよね。多分こっちの方かな。お、なんだ、あ、あったあったあった、これだ。ちょっと写真で見た方がいいかな、カメラね。あ、出棺にすればいいか、そのまま。オールドフレッドアクツナイス、バッイタインツォー。オールドフレッドは演技がうまいぜ。しかし、そうじゃないんだ。だそうです。そうじゃないんだって。違う、そうじゃないだって。はぁ、あ。これが1個目ですね。次行ってみましょうか。次はですね、ダウンタウンバインウッドのオリエンタルシアターですね。場所は、まあ、わかりやすいですね。こちらはここですね。ここの、この辺にあるそうです。見ていきましょうか。まあ、今回はね、このメッセージ集めで終わると思うんですよ。で、次回、もっと別のね、また、探し物があって、で、最後に、その、解決編みたいなのがあるんで、はい。そういう感じの3回に分けます。そういう感じの3回に分けます。何語だっていう。まあ、そういう感じにしましょう。よし。なんか金色のベーダーがあるけど。こっち端ですね。この辺に、え、どこだ？あ、あったあったあった。ちょ、主観にしてみればいいのかな。Ain't no mystery. They...ドローンドハー because of what she knew。 彼女が知って、あ、違う、それは、違う、謎じゃないんだ、ミステリーじゃないんだと。で、彼女が知ってしまったことによって、奴らは彼女を溺死させたみたいな感じでいいのかな。いいのかな。そうか。ただ、英語力が全くないですからね。英語力が全くないのに、これを、訳そうとするから、わけわかんなくなっちゃうんだよね。次ですね。
アルタのシティホールだそうです。場所がこの辺かな？ここですね。ここにあると書いてあります。書いてあるからそうなんでしょう。よいしょ。向かいましょう。700m。結構近いな。多分ね、このシリーズはコンパクトな動画にまとめられると思うんで、私は嬉しい。もう無理してね、やると、やっぱ長いですし、見てる方も嫌になっちゃいますし、撮る方ももっと嫌になっちゃいますから。はい。おっと、ごめんよ。また一人人が死んだということで。いいじゃないの。多分中川でしょ、これ。どこかな？こっち？上なのかな？これは。あら、こっちじゃなく、ちょっと待ってね。ん？一個下？これ。一個下かな？もしかして。もしかしての一個下？ん？違うな。ん？あ、ここか？あ、ここだ！見てみましょうか。フレッドメイクカートンスフォーキッド。ファニーシングコンシダリングワットヒーヒッド。ごめん、ちょっと。フレッドは、子供たちのために漫画を描いたでいいのかな。ファニーシング、面白いことに、彼が隠したことを考えるとみたいな。ぐだぐだ。ぐだぐだもうお前。やばいぞお前。やばい、もう中学生並みの英語力しかないからもうわかんないわ。もうまあそういうことだ。まあ面白いんでしょう。漫画描いたんでしょうね。漫画描いて、で、彼が隠したものを考えると、ちょっとそれは面白い話だねっていうような。知らんわ、もう。次行こう。もう英語難しいわ。次、バイウトヒルズのガリレオ・オブサーバトリーですね。あ、天文台か。天文台にあるそうです。あ、ちょっと遠い。そしたら。天文台、あ、ここか。めっちゃ遠いじゃん。タクシー。愛しのタクシーを使わないと。つうことで、まあ、タクロー。吉田タクローみたいになっちゃったけど。タクローか。ダウンタウンキャブ。みんな大好きよ。あ、てか、いる。そこにいる。そこにいるから、もっとタクローってなんだ。ごめんよ、タクロー。はい。タクってもらいましょう。これでいいのかな。That's the ride, my man. そしたら、裏側ですね。これも結構かっこいいよね。この謎オブジェクト。こんな感じだったっけ。なんか次世代基盤になってからここ来てねえな、よく考えたら。あんまし、てかめっちゃ光ってんだけど、そこ覗き穴なんだね、これ。なんかよーくしっかり見たことなかったからさ、この辺とか全然わかんないわ。まあ新しい発見がさ、来るたびにあるってのは嬉しいよね。で、どの辺なんだこれは。画像で見る限りではこっちの方かな。ちょっと軽く回復しといて。何この金色のやつ。まあいいや、こういうのは関係ないとして。どの辺だ？こっちが、下？ちょっとわかんなくなっちゃった。わかんなくなっちゃった。もっとこっちか。こっちじゃねえや。こっち。もっと行く？こっち？こんな行く？浮いてる？違う、壁に貼っつけてあるのか。浮いてんのかと思ってたよ。中何入ってんの？いい。そういうのはいいの。
今その時間じゃないし。ないね。やっぱ下？あ、わかった、ここだ。ほい。見づらいな。デイビッド・リチャーズ・ノーズ。デイビッド・リチャーズがしている。これはわかる。これはわかる。さすがに、さすがに俺でもわかる。このデイビッド・リチャーズ・ノーズは。うん。はい。といったメッセージですね。こちらを見つけてどうすればいいんでしょうか。ね、もっこ探し物があるんだな。つうことでですね、今回はじゃあこの辺で一旦切りましょう。今回見つけたメッセージですが、一番最初にオールドフレッドは演技が上手いんだ。しかしそうじゃない。次、それは謎じゃない。彼女がしてしまったことによって、奴らは彼女を溺死させたんだ。そして3個目。フレッドは漫画を、子供たちのために漫画を描くと。まあ、こっからガタガタで、彼が隠したことを考えると面白いわね、みたいな。で、最後、こちらですね。デイビッド・リチャーズが知っていると。はい、こちらのメッセージでございますが、何を示しているのでしょうかということで、多分ね、フレッドが隠したものを探しに行くんでしょう。つうことで、まあ、今回この辺で終了したいと思いますので、では次回もまた、サンアンドレアスで会いましょう。